こんにちは。学習塾ネスト、福知山の小西ゆ穂です。今回は、えっ、ー、と、中2の国語教科書、クマゼミ増加の原因を探るというのをやっていきたいと思います。クマゼミ、皆さん見たことありますかまあ、えっ、ー、と、セミ自体はあ、夏とかにね、皆さん見ると思うんですけど、その中でもクマゼミっていうのがいるんですね。まあ、えっ、ー、と、アブラゼミとか、ニーニーゼミ、ツクツク帽子、セミっていろんな種類がいるんですけど、作者さん、 えっと、沼田秀治さん曰く、このクマゼミっていうのは、全長6、7センチメートルもあって、で、黒光りしていて、で、なかなか取ることができなかったセミなんですって。なので、この沼田さんは、私があと少年時代、クマゼミはセミの王様だったというふうに言っています。だから、まあ、レア扱いだったわけですね。クマゼミ。まあ、なかなか取れないし、でもすごい大きくてかっこいいっていうセミだった。 でも、今実はそうなっていない <coughs>。作者さんが一旦地元を離れて戻ってきた時には、その様子がちょっと変わっていたんです。何かというと、クマゼミの数が以前より多くなっているんですよね。なんかすごいやたら声が聞こえる。じゃあ、なんでそんなことになったんだろうっていうことで、沼田さん、えっ、ー、と、 <laughs> まあ学生さん、まあ、森山実さんと2003年から6年間に及ぶ調査を行ったということで、今から紹介するのはこの6年間の調査、研究の結果っていうのをギュッと凝縮して、まあ教科書に載ってる内容を解説していきます。じゃあ実際、クマゼミの増加の原因って何なのか。その過程で作者さんどういう研究をしてきたのか。まあそういったところをね、えっ、ー、と、理解してもらえたらと思います。 今回の動画は、えっ、ー、と、内容理解に、えっ、ー、と、集中するために、まあ、教科書の内容、こう書かれてるよっていうのを説明します。で、えっ、ー、と、後半、別の動画で、えっ、ー、と、まあ、この文章自体の構成の特徴とか、筆者がどういうことを伝えたいのかとか、まあ、もうちょっと深入りした内容っていうのをやっていきますので、まあ、前半、後半ともに、えー、見ていってもらえたらと思います。はい。では、 最初にこの研究のきっかけっていうところから文章始まってますね。この、えー、と説明文なんですがあと、説明文の中では珍しくこういうタイトルが載っています。こっからここまでは、まあ、研究のきっかけ。こっからは前提っていうふうにね。皆さんは今まで説明文読むとき、段落っていうのを探して番号を打ってもらっていたと思います。まあもちろん今回のにも段落っていうのはついているので、まあ番号は打っていってください。 で、それとは別に、こっからここまでが、まあ、第一編みたいな感じで、意味として、こうわ、区切られているわけですね。なので、その区切られているところを、あと、まあ、順に追っていくというような形で読んでいきたいと思います。で、研究のきっかけ。まず、なんで、何を調べようとしていたか。えっ、ー、と、先ほども言いましたように、大阪市内では、クマゼミがなんかすごい増えてる。なぜ、じゃあ、クマゼミの占める割合が、 高くなっってしまったのかなんでこんなに増えたのか昔はこめっちゃ少なかったのかここに出てくるのは、まあ、説明文ですからはいこれ問題提起ってやつですね。この本文における、えーと まあ中心になる疑問です。まあ、マゼミ増加の原因を探るとタイトルにありますように、まあなんでクマゼミが多くなったのかというところをこれからまあ実験なり研究なりしていきます。で、ただ調べるのではなく、作者さんは、とそ,のその手前のところでもしかしたらこうなんじゃないっていう、これ、大まかな仮説を立てているわけです。仮説って何かわかりますこれはまあわかりやすく 言い換えるならば、予想ってやつですね。こうなんじゃないかなっていう、えっと、ま、予想を最初に立てておくわけです。じゃないと、何から調べればいいのかわかんない。どう研究すればいいのかわかんない。なので、もしこうなんじゃないかなっていうのを立てておいて、で、それが合ってるかどうかを検証していくと。そういう流れになっています。 じゃあ、作者の仮説何なのか。気温上昇や湿度低下などの環境変化。これがクマゼミに有利に働いたのではないか。まあ、環境、気温上昇とか湿度低下。これって動物、植物にとってなんか不利なイメージがありますよね。地球温暖化とかよく言うじゃないですか。でも、クマゼミは逆にこれがあるおかげでいっぱい増えたんじゃないか、ま。あ 何が関係しているかはまだ分かりません。これから調べていきます。まあ、もしかしたらこういうのが関係しているのではっていうのが作者さんの予想なわけですね。ちなみに、この気温上昇や湿度低下、これはある名前がついていました。何かというと、 はい。ヒートアイランド現象と呼ばれるものです。教科書にも説明が載っていますよね。ヒートアイランド現象。都市部の、えー、と温度が周辺より高くなる現象です。まあ、昔、まあ、大阪でもどこでもそうですが、うん、と最近、ビルとか、まあ、アスファルトとか、そういう私たち人間の手によって都市がこう開発されていったわけですね。 その結果、ビルがこうたくさん立ち並ぶ。それから車とかもいっぱい走らせて、室外機ゴーって音鳴ってて、そういうところから熱が放出される。そして自然も今ちょっと少なくなってますから、その影響で熱が逃げにくい。その結果、こういう都市が発展しているところは気温が高くなる。湿度が低くなる。カラカラであっちっていうふうな環境になるわけです。 これをヒートアイランド現象と呼ぶわけなんですが、これがクマゼミに有利に働いたんではないかと。じゃあ本当にそうなのかということで、これからその検証が始まっていきます。では、じゃあ実際にその検証、と実験をしていくんですが、その前に、えっ、ー、と、まあ、皆さん手元に教科書あると思いますので、えっ、ー、と、一回ちょっとそれを見てください。 43ページのところ、図1ありますね。ここで、えっと、抜け殻調査の結果というのが出てきています。クマゼミがなんか増えた気がする。最初、筆者言ってましたよね。でも、気がするでは、あのー、本当にっていうふうになります。だから、怪しいんですよね。で、実際に、えっと、増えているのかどうかっていうのを調べた結果がここに載っている。ここでは、えっと、実際にセミを捕まえて数数えたのではなく、抜け殻。 抜け殻って、ああ、そこにずっと残ったままですから、これを集めると研究しやすいんですよね。それを見た結果、ああ、やっぱり大阪の市内。市内見てみると、クマゼミがもう80%以上、めちゃくちゃ多いです。でも逆に、市外。外に出てみると、クマゼミの割合っていうのは一気に減ってきてしまう。やっぱり、クマゼミが増えているっていう現状、これ自体は正しいということがわかります。こんな風に、いろんな図。 っていうのが教科書にたくさん出てくるわけですね。これもセットで見ながら確認をしていってください。はい。ということで、じゃ話を戻して、熊積みの、うん、と研究していくその前に、前提っていうところがあります。前提、これ何かっていうと、まあ前もってこれは知っといてくださいね。作者さんが、まあ今からこう、 仮説、いろんな研究っていうのを示していくわけなんですが、それを知るためには私たちってクマゼミのことについてまだ全然知らないですよね。研究してる人だったらまだしも、私たちみたいに初めてクマゼミのことを知るっていうような人からすれば、クマゼミってどういう生き物なのっていう、この研究を、結果を知るために必要な知識っていうのがまだ足りないわけです。 記者は前提っていうのを置いて、クマゼミの一生と環境の影響を受ける時期について解説をしてくれています。はい。じゃあ、そのクマゼミの一生を見てみましょう。教科書には図も載ってますので、それもセットでご確認ください。まず、クマゼミっていうのは卵から生まれてくる。その卵っていうのは、えー、っと木の上ですね。夏の枯れ枝に産卵するそうです。だから、枝にこう、プツプツプツっと。 えっと、クマ摘みの卵がくっついている状態。で、ここではまだ孵化しません。えっ、ー、と、卵からパって帰るっていうことはしないんですよね。実は卵のまんま冬を越すんです。<laughs> 卵はやがて休眠状態、休む、お休み状態に入り、そのまま地上で冬を越すんですって。で、実際にじゃあ孵化する、卵から帰るっていうのは春になってからなんですよ。春、気温が上がると体を作り始める。 そして、梅雨から夏にかけて孵化すると。梅雨が来たっていうタイミングで卵からバッと出てくるんです。で、孵化したらそのまま土にこう入っていかないといけない。雨の日に孵化し、幼虫はすぐ土に潜る。はい。なので、えー、と土にこっから移動するっていうのが入ります。で、 3番、幼虫として地中で過ごす。孵化した直後、生まれて間もない頃に、頑張って頑張って土に潜るわけですね。で、土に潜れた奴らは、そこで幼虫になって、地中で、まあ、あと、次出てくる時まで過ごすわけです。はい。これが実は7年。7年ほどかけて成長すると。すごい長いですね。で、最後、地上に出て成虫になる。夏に地上に出て孵化し、 産卵して一生を終えるということで7年経ってようやく地上に出てくる。これが夏場になるわけですね。これがクマゼミの一生。卵から生まれて幼虫になって成虫になってというプロセスを踏むわけなんですが、ここまで見てわかるように気温とか温度、これさっき前提え、仮説の中で出てきました。気温とか湿度っていうのに大きく影響するタイミングっていうのがあるんです。それがいつかというと、 まずここ。卵の段階。そして、孵化して土に潜るまでの間。最後、地上に出て成虫になる。3番を除いたこの3つっていうのは、気温や湿度の影響をすごい受けやすいんです。だって、地上にいるから。3番は、地中にいるわけですよね。外の気温とか何も関係ないわけです。逆に言うと、1、2、4。特に、 この1と2っていうのは、体もまだまだ定まってない弱い状態ですから、すごい危険なんですよね。特、例えばこの2番の孵化したばかりの幼虫っていうのは、地中に潜る。これが1時間以内に潜らないと死んじゃうんです。ね、もうその間に蟻に襲われたり、乾燥してカラッカラになって死んでしまうというふうにあります。だからすごいデンジャラス。 で、ここでしっかり土に潜れた奴らが生き延びることができると。いうことで結構過酷な生活をしているわけですね、クマゼミ。じゃあ、この1、2、4とか、まあ、クマゼミの一生の中に増えた原因っていうのが隠れてるんじゃないか。この前提を知った上で、じゃあ、いろんなあと予想、まあ、仮説、これをちょっと見ていきたいと思います。はい。 ということで、ここから作者さんの仮説3連発。こうなんじゃないかないや、こうなんじゃないかなあーこうなんじゃないかなまあ、いろんな仮説が出てきます。一つずつ確認をしていきましょう。まず、仮説1。これは、さっきの前提で見た、クマゼミの一生の卵の段階。ここに注目をしています。クマゼミの卵。これ、まあ、冬をこうやって越すわけですよね。冬を越す。で、この卵っていうのが実は、 寒さに弱いんじゃないのか冬を越すんですけどそこでもうどん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 寒さにやられていっぱい死んでしまう。で生き残ったやつらが234っていうふうにステージに進める。だからどんどんこの1の時点であと数が減らされる。で昔は熊ミ少なかったんじゃないか。でも今は気温が上昇してる。 ヒートアイランド現象ありましたよね。ってことは、冬がちょっと寒くなくなったんじゃないか。昔と比べて卵が生き延びれる確率が高くなったのではないか。これが仮説1。筆者さんが述べている仮説です。でもこれはあくまで仮説、予想です。ということで、実際にそうなのかっていうのを、えー、と実験しているわけですね。 この仮説を検証するために、クマ摘みの卵がどれぐらいの低温に耐えられるのかを実験しました。どんな実験したのか。例えば、卵を氷点下21度、マイナス21度の部屋に閉じ込めて、で、帰るかどうか実験しました。すごいですね。いや、こんな寒かったら絶対生き延びれないでしょ。寒さに弱いに違いない。じゃあ、結果見てみましょうか。45ページの図見てもらうと、マイナス21度で、 生活した卵が帰った率、生存率は80%超えてますね。全然生き延びてます。21度、マイナス21度の生活をしていても、普通に80%以上が卵から帰ることができている。これ、全然、淘汰されてないじゃない。あ、わかった。これ、1日だけだったからだ。ということで、別の実験もしました。氷点下5度に30日間、長い間置いてみた。 これだったら、まあ、あの、長い冬を越す中で、どんどん淘汰されるっていう確率もあるかもしれません。じゃあ、結果どうだったか。30日置いて孵化した率は ?80% 超えてますね。やっぱり、日にち関係なく寒いところ置いたとしても、全然熊ゼミピンピンしてます。あれおかしいな。なんか、やっぱり関係ないのかなこれ違うのかないや、でも、まだ他の可能性がある。 というのもこれ実験室だから室内で実験した結果こうなったわけですクマゼミっていうのは、まあ、外にいるわけですから外の環境外に置いて初めてと実際の生活と,あーと同じようになるわけですだから野外の冬に耐えられる保証はないここ確認してないなのでこれもちゃんとチェックしておきましょう大阪市より気温の低い 東大阪市の平岡山っていうところに置いて、そこで1年経って、どれぐらい卵が孵化したかっていうのも見てみました。その結果、45ページのこちら。70%超えてます。もうここまで来ると、仮説1。これちょっと可能性低いなってなりますよね。いや、というか、寒さはこれ関係ないなっていう結果が得られたわけです。はい、この結果、 えっと、クマゼミの卵が寒さに強い。で、かつての大阪でも十分、えっと、冬を越すことができたんだっていうことが分かったわけです。寒さの緩和はクマゼミ増加の原因ではなかったわけですね。ああ、じゃあ残念。これは、仮説一は外れだった。ただ、作者さんこう言ってますね。えー、っと、仮説が明確に否定されたことで可能性が一つ排除され、その分原因を絞り込むことができた。 だから、この実験が意味なかったのかというと、果たしてそういうことではありません。むしろ、あ、これは違うんだなっていう、えっ、ー、と、間違いを見つけることができた。その結果、あ、じゃあ寒さっていうのは一旦置いといて違う可能性考えよう。あの、より条件を絞り込むことができたわけですね。これは実験においてはとっても大事なことだよというふうに示されています。 ということで、じゃあ他の可能性探していこうっていうことで、仮説2に入っていきたいと思います。はい、仮説2。気温上昇による孵化の時期の変化。クマゼミっていうのは、えー、っと <coughs>、まあ、孵化して土に潜る段階。あの、卵から孵って土に帰るっていうのがありましたよね。で、えー、っと、それはいつだったかというと、春。気温がだんだん上がってきた。あれなんか寒くなった。 なってきたってことはるかなよし外出よよっていうふうに負化をするわけですつまりこの負化のタイミングっていうのにあと問題があるのではないかこれが2つ目のところにつながってきますはいえー、と <coughs> そうですねセミの卵っていうのはあと雨を待って負化をします梅雨の時期に それの時期とか、まあ、雨が降ってるタイミングを見計らって卵から出てくるわけです。なぜかというと土。土に潜るっていう時に地面がすごい柔らかくないと体が弱いので潜れないわけなんですよ。ってことはカラッカラのいい天気の時にポロって下に降りたとしても土がなんか潜りにくい。よりかは雨が降っている時のちょっとぬかるんだ柔らかい土の方が潜りやすい。 で、確実に雨を捉えるために、セミの卵っていうのは高い湿度を感知して孵化します。雨が必須なわけですね。はい。で、えっ、ー、と、そこでうってつけなのが、梅雨。つまり、雨がよく降る時期。ここの見計らって卵が孵化するわけですね。で、えっ、ー、と、梅雨明けの時期っていうのはほとんど変わっていません。で、ここで筆者が見つけたのが、この仮説2です。 気温上昇で負荷が早まった。その結果、杖に重なったことで負荷できる卵が増えたのではないか。これが仮説その2です。どういうことか。もうちょっと説明しますと、まあ、ヒートアイランド現象。気温がどんどん高くなっているわけです。つまり、春になる。暖かく感じるっていうタイミングも早くなったんじゃないか。セミが、あ、春だなって思う時期が ちょっと早くずれ込んだのではないかというものです。で、その後、梅雨に孵化するわけなんですがあと、クマゼミっていうのは後で出てきますが、本来、梅雨の後ぐらいになって孵化するっていうことが多いです。まあ、あと春に孵化して、まあ、その後、ごそごそごそっと降りていくわけなんですが、まあ、みんながみんなそうではない。セミの孵化の時期っていうのはずれがあります。 で、えっ、ー、と、クマゼミっていうのは、梅雨が明けてから孵化してしまうっていう子たちがすごく多かった。だから少なかった。じゃないかなっていう予想。でも今は、春が早く来る。ヒートアイランド現象で気温上昇が早まった。その結果、あ、ちょうど梅雨に生まれられたっていう、このラッキーな子たちが増えたんじゃないか。 ということですね。なかなかちょっと難しいですが、あと、まあ、梅雨明けに重なることができたから増えたのでは、まあ、そういう仮説です。はい。ただ、これも仮説。実際にどうなのかっていうのは、実験で示していきましょう。これ、どういう実験したかというと、4種のセミに産卵をさせて、まあ、野外にもうそのまま置いて、で、観察をしました。4種のセミっていうのは、うんと、教科書にも載っているように、ミンミンゼミ、ツクツク帽子、アブラゼミ、クマゼミ、この4つです。 図を見てわかるように、熊摘みっていうのは他のセミと比べて負荷の時期がちょっと遅いんですよね。だから、梅雨の時期にあんまり重ねられない。じゃあ、今はどうなのかっていうことで確認をしました。はい。で、実験した結果、何がわかったか。えっ、ー、と、他のセミっていうのは、ほぼ梅雨の期間に収まっている。 だから、あーと、梅雨の期間にちょうど生まれるっていうことができたわけです。他のセミもこういう、あーと、孵化して土に潜ってっていうのは一緒ですね。で、えっ、ー、と、孵化が遅いクマゼミだけは、孵化の時期の後半に梅雨が明けてしまったとあります。だから、他よりちょっと遅いっていうのが図からわかる。ただ、この孵化が遅いっていうこのタイミングっていうのは実は、1960年代、 と比べると <laughs>、そのまま雨に会えずに死んでいく卵がさらに多かった。つまり、これよりもっと遅かったっていうことが分かってるんです。それに比べると、まあ、梅雨明けに出てくる子たちもいるけど、梅雨と被ってること、被ってる時期がある。これ、昔よりちょっと早くなってるっていうのは、実験から明らかになったんです。要するに、熊ゼミ、昔はもっと遅かったにもかかわらず、 梅雨が明ける前のタイミングと重なることができた。これ、クマゼミ増加の原因の一つなんじゃないか。これ合ってたんじゃないかっていうふうに仮説に見事に適中しました。はい。ということで実はこの梅雨の時期と重なることができたっていうのがクマゼミ増加の原因なんですよね。でも、よく考えてみてください。今、クマゼミだけじゃなくて、四種のセミ。 で、同時に実験を行いました。その結果どうでしたかクマゼミ以外の子たちも、梅雨より、梅雨の時期の間に孵化してますよね。その結果、まあみんな生まれていると。これさ、クマゼミが増えたっていうのはわかるんだけど、他のセミも増えてないとおかしいですよね。だって、梅雨の時期に孵化できるっていうのは、他のセミの方が有利なわけです。 クマゼミはどちらかというと、ちょっと遅いんですもん。ってなったら、クマゼミは他より少な,くなければおかしいというふうになるわけですね。だからこれは、クマゼミが増えた原因ではあるんだけど、クマゼミだけが増えた原因とは言えない。大阪ではクマゼミだけが増えていました。これなんでっていう疑問は、まだ解消されてないわけです。とりあえず、数が増えたのはわかるけど、 じゃあ、他のセミじゃなくて、なんでクマゼミだけここがまだ明らかになっていないので、もうちょっと研究を進めましょう。それで出てくるのが、その次ですね。最後行きましょう。仮説の3。仮説3番。これは、ヒートアイランド現象による乾燥、土地用の整備、整備による土の硬化これ、もういきなり言っちゃいますが、クマゼミの幼虫。これ、まあ、他と一緒で、土にこう潜っていくわけですね。さっきの丸二番のところ。 土に潜るっていう過程で、その土が硬くなってるんじゃないかと。ヒートアイランド現象のあとつながりで、市内の土っていうのはすごく硬くなっているんだそうです。どういうことかという,と,うんと、地表の大半が舗装されているアスファルトとか道路が作られた、工事された。で、その結果、セミが地面に潜れない。 さらに、公園とかの土も人がいっぱい来ます。大阪市内ですから人多いですよね。その子たち、その人たちによって踏み固められて、そしてヒートアイランド現象のおかげで乾燥してる。カラッカラの状態。セミっていうのは雨に濡れてる柔らかい土とかじゃないと潜ることができない。だから、あと雨を狙って孵化するわけですが、それができていなかった。市内の土が硬くなって硬化している。 これが実は関係しているのではないかっていうのが最後の仮説です。仮説3、クマゼミの幼虫は降下した地面にも潜ることができるのではないか。こんだけ硬くなった、市内の土が硬い。これも、えっ、ー、と、抜け殻調査の時に測定済みです。硬くなってるんです。で、この硬くなった土に、他のセミは無理でも、クマゼミだけは潜れたんじゃないか。 っていうのが最後の仮説なわけですね。これじゃあ実際どうなんでしょうなんかちょっと良さげな気がしますよね。実際に実験で確認をしてみました。えっ、ー、と、4段階の硬さに押し固めた土を用意して、孵化したばかりの幼虫をその中に入れた。これ、さっきの4種のセミ全員に、えー、と実験をしています。で、セミの幼虫が土に潜る能力、どれぐらい掘れるかなっていうのを比較してみたわけですね。 その結果が48ページの図に載っています。これ見てみてください。クマゼミ、圧倒的に硬い地面に潜れてますよね。つくつく帽子、ニギニーゼミ、それから油ゼミ。この3つは柔らかい土はいっぱい潜れるけど、硬くなっていくにつれて、どん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 あっと潜れる率が低くなって。 一方、クマゼミっていうのは、もう最初、柔らかい土っていうのはもう潜れて当然なので実験すらしてない。むしろ、えっ、ー、と、レベル2の土の時は80%も潜れてるし、レベル3にも潜れ、いっぱい潜れてる。うーんと、40%以上ですね。で、最後、レベル4、一番硬くした土っていうのは、他の3種は潜れなく、ほぼ潜れていないのに対し、クマゼミだけは10%ぐらいは潜れているわけ。 これ、クマゼミにしかない特徴なんですよね。クマゼミは他のセミと比べて硬い土に潜る能力。どんだけ硬く踏みしめられていてもそこに潜る能力っていうのが高かったんです。だから他のセミよりも生き残れた。大阪市内という限定された土地の中で生き残ることができた。クマゼミが増えたっていう原因はここにあったんじゃないかな。っていうことで仮説3が見事に証明されたわけです。 はい。ということで、今、ここ3つの仮説っていうのを見てきましたが、それをまとめたのが49ページですね。ここには、えっと、これまでの、えっと、検証結果の図解みたいなのも載っているので、これも見てみてください。じゃあ、クマゼミ増加の原因って何なの最初に問題提起として出てきたものの答え、これ確認しましょう。まず1つ、気温上昇で負荷の準備が早まった。その結果、 梅雨と重なることができたので、クマゼミの孵化率が向上した。早くあ卵から出ることができるようになったわけですね。で、二つ目。ヒートアイランド現象。これがやっぱり関係していたんだ。ヒートアイランド現象による乾燥や地表整備で、硬化した土地部の都市部の土、硬くなっちゃった土に潜る能力が他のセミと比べて圧倒的に高い。クマゼミは 硬い土に潜ることができる。この二つの要因が重なったことで、大阪市内における熊ゼミの量がもう増大したということが分かったわけです。はい。まあ、今回授業動画はもうここまでになるんですが、それを証明するのに、この沼田さん、筆者は6年もかけたわけですね。実際いろんな実験してます。1年かかった実験とかもありましたよね。 その結果、もういろんなこう地道な努力を重ねて、この結論に至ることができた。科学的な根拠っていうのは、もう一歩一歩積み上げて望まないといけない。だから、受け取った情報をそのまま鵜呑みにするのではなく、コツコツ調べていく。もう細かいことでも調べていくっていう意識。それが、こういう実験とか、こういうのには大事なんだよということです。はい。 ということで、まあ、今回は、えっと、熊ゼミ増加の原因について、まあ、内容を、えっと、わかりやすく紹介していきました。後半の動画では、この文章自体の、まあ、あと説明のポイントとか、これ、どういう理由でわかりやすく説明されているのか、私たちが読むにあたって大事なポイントっていうのを見ていきたいと思います。後半もしっかり見てください。では、今回の動画は以上で終わります。ありがとうございました。